こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。ありがとう、ギフト。こんばんは。やっほー。こんばんは。黄色にデニムかわいい。今日はもう先輩からいただいたコーデです 先輩からいただいたコーデです。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。やっほー。こんばんは。デニムはそうルカさんなんですけど、中の T シャツはあゆかぴょんからもらいました。デニムのセットアップです。今日もセットアップ着てます。昨日もセットアップ着て、今日もセットアップ。こんばんは。あゆかぴょんからもらいました。そう、かわいいんだけど、デザインがかわいいんだけど、マジで見えないね。さくらも可愛いでしょ。こんばんは。やっほー。ギフトありがとうございます。ありがとう。宇多田さんの歌聞いたりしますか？宇多田ヒカルさんですよね。聞きます。好きです。こんばんは。聞きます。好きですしか言ってない。いやでも聞きます。普段。こんばんは。今日はね、懐メロいっぱい聴いたかも。
こんばんは。今日は意外と早起きだったので、ちょっとね、そう、意外と早起きのメイクしてとか、ちょっと崩れかけてる。何年くらいまでが夏メロになるんだろう。でも私が聞いてて懐かしいなと思うのは、大塚愛さんのピーチとかは、わあ、めっちゃちっちゃい頃聞いた記憶だなって感じ。ちっちゃい時って、本当になんか本当にちっちゃい時ね、4歳とか、わかんない、私が4歳の頃に発売されてんのかな、その曲、わかんないけど、私の記憶違いかもだけど、いや、なんかすごい車の中で聞いた記憶があるのは、お疲れさんのピーチ。あ、ミラーボールだ。ありがとうございます。こんばんは。どうなんだろう。でも、ピーチはいつ発売？あと、なんだろうな。私が懐かしいなって思う曲。グリーンさんとかも。かな、懐かしいと思いますかね。グリーンさんもなんか車でよく聞いた記憶あるかも。グリーンさんでも最近、ギフトありがとう、こんばんは。あとは、でもゆずが AKB48 さん知ったのがビギナーなんですよ。だからそこら辺に一回ビギナーでかっこいいって思った記憶はあるね。いとこがめっちゃ好きだったんだよね。ずっと歌ってたそれを聞いてました。あ、2007年なんだ。じゃあ確かに4歳ぐらいだな。私の記憶はちょっと合ってましたね。そう、なんかね、車でね、聞いたことがある、ピーチ。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。前髪かわいい。そう、今日切った。今日じゃない、昨日切りました。でもさ、なんかピーチとかもさ、なんかギリ知ってるじゃないですか。あの、私と同い年、なんか同年代の方とかもなんかわかるじゃないですか。なんとなくどこかで聞いたことあったりとかするじゃないですか。でもなんかそういう曲も好きなんだけど、それより前とかの方が好きかも。こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう。
ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。CD 一番売れた時代。そう、なんかほんと発売日に CD ショップとか行って CD 買って自分で取り込んでみたいなことをやってみたかったなって思いますね。今じゃもうさ、サブスクでさ聞けちゃったりするじゃないですか。そういう文化があんまりないから、まあ便利っちゃ便利だけど、そういうのもやってみたいな。こんばんは。新たなプレイリスト楽しみにしてる。あともう一回ぐらい懐メロいけそう。もう一回くらいいけそうだなって感じですね。ギフトありがとうございます。ホテッドグループのプレイリスト、ホテッドグループのプレイリストもね、そう作らなきゃ。ホテッドグループ以外のアイドルの方ももちろん聞くので、ちょっと大変ですね。大変ですね。夏メロカラオケ大会してほしい。夏メロカラオケ大会楽しそう。夏メロってさ本当に歌う機会がないじゃないですか。なんか私も歌うのも好きだからさ、どこかでそういう機会があればいいんだけどね、やっぱ難しいよね。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。最近カラオケ行ってないな。行きたい。もうずっと行ってないかも。半年くらい行ってないかも。カラオケ行きたいです。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。
今日涼しくて過ごしやすかった思いました。そう、でもお昼ぐらいからお仕事だったんですけど、そうちょっと帰りが寒かった。そう、中半袖なんだよね今日。そう、半袖ちょっと寒かった。私短パンだったからさ、寒かったです。こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう。そう、でもセットアップがね短パンなのでお気に入りです。さすがに半袖は着てないよ、これ上着だから。これで出てる外はさすがに。こんばんは、ギフトもありがとう、ありがとうございます。もうすぐ28時間テレビなの、やばいよね。なんかめっちゃさ、まだ全然期間あると思ってたけど、もう明後日なの、やばい。明後日なのやばいよね。ありがとう、こんばんは。楽しみですね。幕張に行けることになりました。ありがとう。そう、もうすぐ、もう写メ会、名古屋、愛知の写メ会まではもう1ヶ月切ってますね。早いね。写メ会は1部と2部と3部なのでお待ちしてます。こんばんは。
東京のイベントまであと1ヶ月以上。いや、1ヶ月って意外とすぐよ。意外ともう5月末だとか言ってるからいつも。まあ確かにまだ全然じゃんって思うけど、そう、意外と早い、あっという間に来てしまうからね。やばいね。5月は名古屋も買いに行く。わあ、嬉しい。ありがとう。5月はね、11と12が、シャメ会。名古屋愛知。で、25、26が、トーク会と握手会ですね。で、6月は15、16でしたっけ？毎回ここ迷うんだよな。15、16と22と23？だっけ？合ってる。15、16が社名会で、22、23がラストですね。トーク会。あ、23、24？ 22、23？こんばんは。22、23か。 OK。 23とかはもう握手会が完売してる分もあったみたいなので、お早めにって感じですね。まあ他のどの日程もそうだけど、会えるときに来ていただけたら嬉しいです。こんばんは。ギフトありがとう。何着るとかのやつも教えてほしい。わかりました。そう、なんか美醜衣装着るって言ったり着れないって言ったりね、私が混乱させてしまったのもまあちょっと悪いよね。またちょっとSNS に載せますね。こんばんは。確かに20歳の私と写メ撮れるな。そっかそっか。こんばんは。足がしびれそうや。こんばんは。ニューネイル直接見れるの楽しい。
そう、ネイルはあれですね、まあ6月はきっとこれじゃないけど5月はこれかなって感じですね。配信の時どうやって座ってんの？どうやって座ってる？普通に床にベタって足つけてるかな。配信終わったらいつも何してるの？いつもダラダラしてます。何してるのって言われても何もしてないよ。普通に携帯見てるだけです。マジで何もしてない。言えるようなことはしてないかな。本当にでもなんかルーティーンとかがあるわけじゃなくて、本当になんかその時の気持ちじゃないけど、なんかその時の自分の動きで決めちゃうのね。全部なんかもう突発的に始めちゃう、あやろうみたいな感じで、なんか事細かく決めてる感じではないかな。なんか急にあやろうって思って部屋の片付けしてみたりとかしちゃう。全然他にやることあるけど、なんかそれをほったらかしてやったりとか。そう、本当に計画性はないですね、そこら辺。そう、でも私本当になんか服とか本当に脱ぎ捨てちゃうので、それをまず片付けて、でカバンもう使った、その日使ったやつは一回しまうので、全部中身を出して、そうクローゼットの中入れてみたいな感じです。でも大体音楽を聴きながら行動してますね。イヤホンで聴く時もあるけど、そのまま携帯から流しちゃう時もあるかな。なんか夜は本当に何だろう、そういう感じだけど、朝は大体なんか動きは決まってけど、なんか絶対にこういう順番じゃないと嫌だみたいなのはないかな。その時の状況によります。こんばんは。ちゃんとカバン開けるってしっかりしてる。毎日使うものが違うから、カバンはね。そう、公園の日はこれとか、服によって変えたいので一回しまいます、全部。でも次の日もこれ使えそうだなと思ったらそのまんまの時もあるかな。あとだいたいなんかメイクポーチがごちゃごちゃしちゃうので、そう、本当になんかお仕事の日とかも2時間前とかに起きんのね。家出る2時間前とかに起きて、めちゃめちゃ余裕を持ってるはずなんだけど時間がないんだよね。そう、でも今日は45分押しですね。私は起きる時間45分押しで1日が始まりました。
そう、45分二度寝してた今日は。で、やばいと思って起きて、そう1時間半で準備した。そう、でもなんか間に合いはするんだけど、絶対に。そう、なんか起きる時間が遅くなってもどこかで巻き返せる能力があるので、そう、どっかで絶対に早く、どっかで巻き返すんだけど、そう、起きる時間はね、そう、よく遅くなっちゃう。そう、絶対にね、取り戻せるの。そう、なんかただそのなんていうの、自分が起きたいなって思う時間に起きれることはあんまりないかなって感じですね。こんばんは。でも持っていくものとか、あと服はもう前日に絶対決めるタイプなので置いとくんですけど、その他だよね、ちょっとメイクとかでどうにかこうにかやりくりって感じですね。もし遅くなっちゃっても起きるの。こんばんは。そう、意外となんか着る服が、そう、当日決めるってなると、そう、意外とね、時間かかったりとか、こっちと迷うみたいな時間が生まれると、その時間で絶対に何かできるっていうタイプなの。その時間で絶対何かできたなって思っちゃうので、そう、荷物と服はね、決めていきます。かなー。もうだから、でも家でさ、一人だからさ、そうやって切って、お仕事の前とかもう走り回ってる。走り回ってる。そう、もうめっちゃ階段上り下りって感じ。優柔不断じゃなさそう。うん、優柔不断じゃないかも。優柔不断というよりかは、意外と流されやすいですね、人の意見に。でも、いや、絶対にこれがいいっていう時もあるけど、なんだろう、時と場合、なんか物によるって感じ。なんか食べるものとかは優柔不断ではないかな。でも自分でもね、自分の性格がよくわかんないんだ。よくわかんないの。難しい性格してるだから、多分。何食べるかあらかじめ決めるタイプ。うん、なんか決めるタイプっていうか、いつもそれしか頼まないので、チェーン店とかならなおさらメニュー見ないです。もう座ってすぐ言うか、本当にピンポンってある場所だったらいいんだけど、ないところだと困るので、私呼べないから、本当に事前にメニュー調べて行きます。もう座ったらこれくださいって言う。一人だったらね、誰かと行くとかだったら全然他人任せなんで、そこら辺は誰か言ってって言うんですけど、
そう、でも食べるものはねあんまり買えないタイプなので。違う、もうマリンなんてそう。でもマリンかあゆかぴょんとかかな、一緒にご飯行くってなったらその二人がねやってくれます。今日メイク変えたポイントとか教えたし、アイシャドウを変えました。でも今日だけだと思います。もうでもなんか落ちてるかも、あんまりもなんかいらっしゃらないですね。そう、今日時間がなかったので、そう時間がなかったからこれになりました。やばい、今度右足がしびれそう。やばいやばい。そう、今日そのブーツが重すぎてマジで足痛い。なんか軽い筋肉痛にでもなった気持ちってぐらい 重たい。そう、でも今日はちゃんとね分厚い靴下を履いて、絆創膏を貼って履いたので全く痛くありませんでした。前回はもう一回履いただけでね靴ずれをしてしまったんですけど、そう今日は対策をしたのでバッチリです。しばらくこうやって履かないとですね。ちょっとめんどくさいけど、まあ仕方ない。仕方ないです。そう、めっちゃ可愛いんだよね。そう、めっちゃ可愛いからたくさん履きたいんだけどさ。そう、でもね、今はちょっとまだね、崩れしちゃう。普通に履くと痛いです。50分に終わろうかな。それでも可愛いのでたくさん履きます。頑張って。
ばんは。来週の鉄の当選しました、ありがとう。24日だよね、意外とすぐだ。意外とすぐですね。こんばんは。楽しみですね、24日。砂はなんかね、 S とはまたなんかまた違うね、なんか熱いって感じなんかずっとね、ずっと熱いなって思って、なんか S はなんか最初の4曲ぐらい、4曲終わればそこまでなんですけど、なんか疲れないとかじゃなくて、あのなんて言うんだろう、難しいんだけど言葉で表すのが、その鉄菜は熱いですてか本当にあのこの間前回の鉄菜のコールがすごすぎて、元気いいなって思いましたこんばんは。ついだちのエスコン以来に行ける。じゃあちょっと空いてますね。1ヶ月とかまでは行かないけど。いいね。でも本当になんか4月は特に前半は多かったな。今のところでも7回目ですね。次のレッスンで今月はなんかあんまりない気がする。こんなにも月なんていうの1ヶ月に公演出てるの久しぶりかもしれこんばんは。
アナ先生が振り付けた曲って結構大変そう。うん、でもなんか大変は大変だけど覚えやすいです、なぜかわからないけどなぜかわからないけど覚えやすいです。サビが一緒だったりするからかな、なんか覚えやすい、キャッチーな振りがあるからなのかわかんないけど覚えやすいです。こんばんは。もう10時、10時じゃない11時だ、早すぎ、今日も終わっちゃうな、早い。まあでももう木曜日なんだ、なんか全然なんか今週早かったかも、もう木曜日なんだ、全然そんな感じしないかも、まだ火曜日ぐらいの感覚、早いね、あっという間。まあでも明日を乗り越えれば28時間テレビが待っているので一緒に楽しみましょう、メンバーと共に28時間乗り越えよう乗り越えよう。今日もありがとうございました、皆さんありがとう、また明日会いましょう、ショールームで。ありがとうございました、また明日ね、おやすみ、ありがとう、ありがとうございました、おやすみなさい、またね。